アメリカのストレージメーカーとして有名なウエスタンデジタルの WD ブルー。デスクトップ向けの商品として特に人気のあるシリーズで 500GB から最大 8TB までラインナップしています。今回検証した 6TB のモデルは書き込み方式に SMR を採用しており、回転数は 5400rpm です。ベンチマークテストでは読み取り速度が約 208MB/s で書き込み速度は約 200MB/s と良好。100GB のデータファイルの転送にかかった時間は9分27秒と問題のない速度が出ており、SMR の特徴とされるランダム書き込み時の速度低下は起きませんでした。初期不良はなく100時間稼働させても、シークエラーやセクタ不良は見られませんでした。データ単価は検証時で約 1.8 円、キガバイトと安く、EC サイトの売れ筋上位をキープする人気の理由が伺える価格と性能のバランスに優れた商品です。日本の電機メーカー東芝の DT-LEN には容量 2TB、4TB、6TB の3つをラインナップするデスクトップ向けのエントリーモデルです。今回検証を行った 6TB の商品は書き込み方式に SMR を採用しており、回転数は 5400rpm です。ベンチマークテストは読み取り速度が約 196MB/s で書き込み速度は約 199MB/s を記録。100GB のデータファイルの転送にかかった時間は9分14秒と申し分ありません。また、SMR の特徴とされるランダム書き込みでの速度低下は見られませんでした。実際に100時間稼働させても初期不良やエラーはありませんでした。データ単価は検証時で約2円、ギガバイトと安くデスクトップ向けの商品として性能とのバランスは良好です。写真や動画などのデータ保存用として実用性は十分と言えますよ。Seagate テクノロジーのバラクーダ 500GB から最大 8TB までラインナップする同メーカーのデスクトップ向けシリーズの定番品で EC サイトの売れ筋では常に上位にランクインしています。今回検証した 6TB のモデルは書き込み方式に SMR を採用し回転数は 5400rpm です。ベンチマークテストは読み取り速度が約 195MB/s で書き込み速度は約 186MB/s を記録しました。100GB のデータファイルの転送を行っても SMR の特徴とされるランダム書き込みでの速度低下は起きず、かかった時間は9分39秒と十分な速度です。初期不良はなく100時間稼働させてもシークエラーやセクタ不良は起きませんでした。データ単価は検証時で約 1.6 円、ギガバイトとトップクラスの安さ。コスト重視で選ぶ人にぴったりな商品と言えるでしょう。ウエスタンデジタルの WD レッドプラスは365日24時間連続稼働を想定した NAS 向けの商品です。容量は 1TB から最大 14TB まで幅広くラインナップ。検証に用いた 6TB のモデルは書き込み方式に CMR を採用しており、回転数は 5640rpm です。ベンチマークテストは読み取り速度が約 205MB/s で書き込み速度は約 200MB/s と十分な速度が出ていました。100GB のデータファイルの転送にかかった時間は8分47秒と、今回の結果の中では最速。多少ではありますが、回転数の違いが出たとも言える記録でした。初期不良はなく100時間稼働させてもエラーは起きませんでした。データ単価は検証時で約 2.8 円、ギガバイトとやや高いものの、24時間365日稼働に対応している点や年間ワークロード数が多い点で、耐久性を重視する人におすすめできます。NAS 向けの商品の中で一番手となる商品です。Seagate テクノロジーのアイロンウルフは NAS 向けの標準モデルです。振動対策を行い、
従来モデルよりも耐久性を高めているのが特徴で、容量は4から20テラバイトをラインナップ。今回検証に使用した6テラバイトの商品は、書き込み方式に CMR を採用しており、回転数は 7200rpm です。ベンチマークテストは、読み取り速度が約 196MBps で、書き込み速度は約 192MBps を記録しました。100GB のデータファイルの転送にかかった時間は9分28秒と、高回転モデルですが記録としては、他のモデルとほとんど同様。データ単価は、検証時で約 2.7 円。GB とやや高いだけに、NAS 向けとして24時間365日稼働に対応していたり、年間ワークロード数が高かったりと耐久性への信頼性も高いと言えます。実際に100時間稼働させても、初期不良やエラーはありませんでした。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。